グシーコールフルスタリヌイの紋章ゲオールギエフスキー、聖道グシーコールフルスタリヌイは、ロシアブラジーミル州の都市。メッシチョラテージの田中にあり、丘側の左支流、グシ側に面している。州と、ウラジーミルの南 63km、モスクワの東へ、約 200km に位置する。人口は67,121人。グシーコールフルスタリヌイという名は、水晶の河長を意味する。 水晶とはロシア最古級のクリスタルガラス産業の中心地であったことによる。グシは、グシ川という川の名前とも共通するが、鳥のガチョウではなく、大きな瓶を意味する古いスラブ語から来たとも考えられる。18世紀半ばの1756年、この地方最初のクリスタルガラス工場と共に、グシイコールフルスタリヌイの集落が建設された。この工場のクリスタルガラス製品は何 世紀もの間ロシア中で使用されている。19世紀には繊維産業も始まった。1931年に市へ昇格している。グシーコールフルスタリヌイの街並みグシーコールフルスタリヌイの見どころとしては、1892年から1902年にかけて建設された大きなゲオルギエフスキー制度があり、中にはビクトル・バスネツオフによる宗教画がある。 聖堂には現在、クリスタルガラス博物館が入居している。近郊には、ロシア最大の民間による地上局が設置されている。近隣の都市には、同じくガラス工業の町であるクルロボなどがある。ありがとうございます。